暑い。はい、そしてここからすぐにじゃーん、水風呂が入ります。うん、見ていただいた映像は昼間だったんですけど、よし、夜になってなんかまた違う雰囲気ですね。おー、マケドさんは温度計になってます。言ったか、私見てなかったけど、はあ、水風呂の生放送はないですよねあ、声聞こえるんですか。聞こえてるんだ。あ、そうなんですね。ちょっと水風呂の設定を、まあ、20度ぐらいにしといてもらったので割とゆっくり入れます。入りすぎ注意。そしてこの完璧な動線でね、ここまでたどり着くことができるんですよ。よし、ちょっと見ててくださいね。こちらの被尺がですね、なんとこうドバッとかかったらなって言った、かかったりせずにこうちょろちょろちょろっと出る仕様になっております。うん、ああすごいスモーキーな匂いする。よいしょ。そしてですね、私さっき気づいたんですけれども、隠れユキタンはいないんですけど、隠れ鳥、さっきのね絵にいた鳥さんがね、実はサウナ室に隠れてるらしくって、じゃーん、ちょうど上見てたらね、一匹見つけました。なんか他のサウナ室にも、はい、他のサウナ室にもね、ちょっとずつ隠れているそうなので、皆さん探してみてください。はい、ということで
私は水風呂に入るにはちょっと今皆さんが入ってきたせいでサウナ室がだいぶ涼しくなったのでもうちょっとぬくもって入りたいと思います。すごいもうだいぶ涼しい。困っとるかなと思って仕方なく出てきた。まだ入れるけどだから私ちょっと水風呂は一瞬にするわ。寒い寒い寒い。水風呂入れるかな。あ、冷たいんだけどどうしよう。めっちゃ冷たいわ。無理。
とそのまま一回座る前に生一途していいやっぱねあれなんですよ、ほんとねサウナの後保湿が大事です。そして保湿をした後はその水分を閉じ込める蓋が大事です。すごいお構いなしにスキンケアする人、本当はもうこのまま髪も乾かしたい。よし、よいしょ。はい、ということでコメント欄はこちらに、あ、台本はサウナスマホって大丈夫なんですか。まあ少々は大丈夫。このタイミングで他のお部屋の映像もあるみたいなので、そちらをぜひご覧ください。